こんにちは、ヒョクです。こんにちは、ヒョクです。いきなりこんな顔でごめんなさい。朝一です、今です。が、私は今日とてもとてもやる気がないです。休みたいとりあえず洗い落とします。はい、あ、そう、髪を切ってちょっと染めました。イルミナカラー、めっちゃ痛いけど、これツヤ感すごい長持ちするから好きなんですよね。ちょっと明るくなっちゃったな本当に数ヶ月に1回なんですけど、マジで何もしたくない時があるんですよ。いやー、もうなんか LINE も見たくないし、メールも見たくないし、仕事もしたくないし、なんかそういうのが2、3ヶ月に1日あるのが今日来た。とりあえず肌は突っ張っちゃうからスキンケアしないと。簡単にだけ、まずこちら、トリレのダイブインスキンブースター。いい意味ですごい無難だから何にでも合うんですよ。基本もう頑張らない日は、多分みんなより工程数少ない時も絶対ありますね。ほんとスキンブースターつけて、あとクリームだけっていう、ほんと2工程で終わる時もあるし。次はトナー、ナンバーズインの3番のトナーですね。これ50種類以上の発酵成分を含むトナー。まあどっちかというとエネルギー用ですね。肌に今みたいに、その頑張りたくない時、元気がない時、肌に元気を与える、ちょっと自分へのご褒美代わりじゃないけど、贅沢なトナーなんだね。はい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 、終わり。なんかね、イルミナカラーやるとすごいね、ツヤが長持ちするから好きなんですよね。だってまだサクリームとか塗ってないからカーテン閉めてるんですけど、ちょっと開けてきますね。これわかりますか？なんか自然の太陽光に当たった時のツヤ感がすごいいいんですよね。痛いけどねめっちゃしみるけどね、やってる最中。美容液も今日は適当でいっか。というので、ダイブインをパッて塗ってもう終わりにします。もうほぼない、全然ないじゃん。ダイブインセラム全然ないじゃん。新品あるそりゃそうですよ、僕の一軍ですもん。常にストックありますこれももう何年愛用してんだろうな。3年はいかないか、2年ちょっとかな、多分。そのファヘイチのこのセラムからもついにね、お仕事いただけたっていう、協賛のね、動画出させていただきまして、もう相性いっぱいでね、喋らせていただきました。あー、リフトアップもめんどくさーい。はい、もう次。でもアンチエイジングはちゃんとしないとね。バイオヒールボープロバイオジャームリフティングクリーム。アンチエイジングといったらもちろんこのクリームです。前よりもね、濃密になったんですよね。どっちかというと夜向けに変わったんですよ。本当にエイジングケアですね。高シワ対策ですね。そんなにね、正直プチプラっていうほど安くはないんですけれども、この値段でこんだけ良ければ。僕もまだこれ使い始めて2年ちょっとかな。顔が老けなくなったからね、維持できるようになってるから信頼してますね、このクリームを。今日めっちゃ晴れてる。てか梅雨どこ行ったん？あー、めんどくさいけど日焼けはしたくないのでサンクリーム塗りますか。で終わりですね。なんだかんだ意外と高低差あるな。この4つプラスサンクリーム。サンクリームのブランドでこれの右に出るのはいないでしょうぐらい、ほんと特化させたブランドですね。韓国内でもセルフュージョン C ですね。ダーマリフィルサンクリーム 100SPF50 プラス PA がプラス4つです。本当はね、こういうサンクリームとかもさ、顔半分でこうなんか塗り分けやってみたいんですよ。実際やろうとしたんですよ。止められたんですよ。いや、あなたの肌は商品ですからって当時ね、やめてくださいって言われて、日焼け止めを半分ずつ別ブランド、こういうセルフュージョンシーこっち半分とかで、こっち半分別のサンクリームを塗って2時間太陽の下にいてみたみたいな動画撮ろうとしたんですよ。首も塗っときましょうね。はぁ、何もしたくないな。久々にちょっと丸一日休日って自分でこう作っても仕事しちゃうんですよね。それをちょっとなくしたい。本当に今日は休みたい。なんならもうゲームしたいもん。どれぐらいゲームしてないんだろう僕。もう数ヶ月ゲームしてないけど PS プラスの会費だけは毎月払ってるよ。今 PS プラスも高いからね、1000円ぐらいだっけ確か毎月。あ、今日ネットフリックス見よう。久々に映画でも見よっか。1週間ぶりの洗濯です。本当に最近忙しい。洗濯する時間も、いや正直洗濯する時間はあったけど怠けてました、すいません。家事はね、嫌いじゃないんですよ。スイッチを入れるまでがすごい大変。僕もドラム式の洗濯機買おうかな。乾燥機能もついてるもんね。レモナ1個飲んで、朝ごはんコーンフレークでも食べながらちょっと YouTube タイム。
そういえばこの前ね、多分僕のチャンネルで初見さんの方から あのコメントで、リズもピンクだし、マウスパッドもピンクだし、マウスもピンクだし、男なのにピンクが好きなんですかみたいなそれがあって、あ、そうだよな、初見さんからしたらこれ理由が分かんないよなと思って。椅子に関しては完全に僕の購入ミスです。僕は黒と白のを買おうとしたんですよ、まあ、それね、僕間違って買ったやつ動画にしてるんですけれども、でそれを見たなんかインスタとかのこうお仕事を割り振りしてくださる代理店の方が、多分僕の動画の視聴者の方で、ヒョクさん椅子ピンクならもう全部ピンクにしましょうっていうことでキーボードもマウスもマウスパッドも全部ピンクで、あのいただきました。あ、洗濯が終わったようですね。で、せっかくいただいたからね、しかもロジクールですからね、どっちも普通に買おうと思ったら高いやつなんですよ。性能もすごいいいし、それで僕の編集部屋はなぜかピンクなんですよなんで？僕白が好きなんですよ。黒も好きだけど部屋は白にしたくて、だからプリンターも白だし、あっちのデスクも白ですし、で下は黒でね、っていうのをあの定期的にね情報発信しないと初見さんが引いちゃうのでねそういえばまたアマゾンとかいろいろ買ったものがあるんですよ。9点のこの前目代わりで僕テントを買ったんですね。テントだけじゃキャンプはできないと、で何が必要なんだろうっていうので、まあいろいろ調べて買ったんですね。いろいろと僕何事もですね、あの形から入るタイプでして、じゃん、アウトドア用のクッカーセット書いてあるもの全部入ってます。フライパン、鍋、ボール、もうこれだけでアウトドアの調理できちゃうよぐらいの、じゃん、こういうバーベキューできるやつ、中に炭入れてバーベキューできるやつで、上の網を取れば焚き火台にもなるという、着々とキャンプの準備を物を買い揃えているで、僕アマゾンで寝袋を調べたんですね。なんか寝袋ないとダメだよヒョクくんって言われて、なんかアマゾンブランドのやつあるじゃないですか、こうアマゾンマークが書いてあるやつ、まあそれだったらすぐ届くからお急ぎ便で買ったんですよ。で翌日届きますとのことで、でももう1週間いや2週間ぐらい経つんですけど、まだ届かないんですよ。で見たらずっと配送準備中のままで、明日届くって書いてあったし、今改めて見ても明日届くって書いてあるんですけど、一生明日が来ない。明日届くはずなのに、明日になっても届かないから、明日が来ないんですよ。で、ちょっとこのクッカーセットだけでもちょっと開けてみていいですかね。思ってるよりもね、ちっちゃいとは思うんですけど、でも、こじんまりでいいんですよ。ソロキャンですからね。あ、でも、ゆくゆくはね、いずれ、ね、誰かと一緒に行くことになるかもしれない。そうなった時に、ちゃんと使えるようにならないとね。スポンジも入ってんだ。あ、なんかヘラみたいのも入ってる。ヘラ？なんかいろいろ入ってる。あ！ナイフだ。あ、これフォークや。あ、なるほどね。え？じゃあもう本当にこれだけで飯食べれるじゃん。ね。もうなんか、いける気がしてきた。あ、なるほど。こうやってやって、これで取れば熱くないって感じか、持ち手が。あ、すげえ。ネットフリックスで映画でも見ましょう。新幹線&ファイナルステージ、新幹線列車の続きなのかな確か。でアーモンド食べながら、映画見終わっちゃいました。待って、髪好きすぎだって、もう肩幅に対して顔のバランス悪すぎる。これだからいつもあまり髪好かないようにしてるんですよ。やばい、仕事をしないってなると何したらいいのかがわからないな。でも仕事はしたくない。今日は掃除でもする。最後に掃除機かけたのいつだ。2週間ぐらい前かも。掃除機かけるか。せっかくね、新しい掃除機買ったから白い掃除機を買いました。ヒヒヒヒヒ。こういうさ、何もしたくない時って結構家にある新しいもの、こう新品のまま未開封のものとか使うの好きなんですよ。試したりとかね、するのが好きで。なんとかイオンが出るんだ。韓国のやつですね。韓国語か英語ですね、説明も。何もしたくない時ってさ、何するにも億劫じゃないですか。自分の普段やっている趣味ですら、あーだるってなっちゃうから、そういう時はこういう新しいものどんな感じなんだろうって試すとすごい。あ、なるほど、2段階あるんだ。真ん中のスイッチだとこのイオンが出るだけで、一番こっちにやると振動とイオン。おー、なるほどね。あ、でもすごい髪はめっちゃ滑らかになってる。頭皮にイオンを届けよう。暇だからこの前9点の目代わりで買った
この LED の、なんだっけな、正式名称が、LED 格子治癒器。まあ、LED の光は7色選べて、で、紫もニキビの治療。紫の服着てるから紫でやってみっか。ちなみに日焼け止めは、落としてきました。これね、顔綺麗な状態でやった方がいいんですよ。このソファーに置いて、このまま入るっていう。でこのまま10分ぐらいです。ちなみにやる回数は週に3回から4回、ある程度肌が改善してきたら週に1、2回って書いてありましたね。これね、赤はチクチクっていうかするんですよ。で紫は全く肌に何も感じないな。何しよう、仕事をしないと何をしたらいいのかがわからないよねえ、ブラウン先輩、何したらいいんだろうね。誰か僕と遊んでくれそんな感じで、頑張らないと決めた日ではあるものの、何したらいいかわからない一日になってしまいました。スキンケアの新商品でも試しますか。結局仕事やないかい。